はい、軽貨物運送業を展開しております合同会社おもてなし便代表社員の椎名翔です。本日はですね、今回ご契約いただきました、河野さんのインタビューを、何回かに分けてお送りしております。今回が最終回になります。河野さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ではですね、河野さん、抱負ですね。抱負、はい、抱負をお願いいたします。来月からお仕事をさせていただくんですが、はい、それにあたってやっぱ少しでも、はい、仕事を早く覚えて、はい、自分のスキルを上げていって頑張っていけたらと思いますし、あと自分の夢でもある会社の経営するというのを、椎名さんのもとで、学びながらやっていけたらなと思います。あ、素晴らしいですね。ありがとうございます。私のもとでは、どれだけ学べるかどうか分かりませんけども、私も自分自身も学び続けて河野さんに、はい、負けない経営者になれるよう努力はしたいと考えております。はい、素晴らしいなんか前向きな抱負をいただきまして、ぜひですね、期待しているとともに、河野さんの人生のお力になれたというふうに考えておりますので、はい、今後とも末永くよろしくお願いいたします。お願いします。はい、河野さん、どうも今回のインタビューどうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということでですね、河野さんのインタビューは、今回で終了いたします。またですね、機会があれば、いろいろとこういう形でですね、ドライバーさんの声、実際の働く方の声をですね、皆様にお届けしていきたいというふうに考えております。ぜひですね、ご期待お楽しみいただけたらと思います。どうも皆様ご清聴どうもありがとうございます。